ゴーゴー NBC。 初日 5420g と1人5000台を突破し、驚きを見せてくれた藤田恭也選手。続く2位は今一番勢いのある若手、青木結衣選手。3位は自分の経験に頼るのをやめてゼロから釣りを考え直した藤井選手。4位は地元の意地を見せる林選手。5位は2013年以来のマスターズ参加の白鳥選手。トップ50の権利を狙って参加。この2日目でどう入れ替わるか、恭也選手が逃げ切るか。本日も福島健選手に同戦、バスプロとしての印象を野村選手に伺いました。精密ですね。一言で言うと僕大方で大雑把なんですけど、やっぱすごいこう几帳面というか精密さがあるんで、まあ魚見つけたりこう分かった時にすごいこうきっちりこう合わせて釣ってくるイメージがあります。今日は釣ると思います。朝一に水道局のエリアからスタートした福島選手。練習とは状況が変わってしまっているのをどう修正かけていくかが本日のポイントとなる。見た目は豪快に見えるが、野村選手からは精密と言わせる選手。針を通すような精密さは時に修正値を見つけるまでに時間がかかりすぎることもある。エリア変更によりまずは1匹ゲット。昨日と同じく魚は小さい。まだ魚に合わせることができたとは言い難い。続く2ヒット目、これはどうだろうか。あ、バラだ。そんなめちゃめちゃでかないけどね。いや、そんなめちゃめちゃではない。まあ最後引くから、あまり近いとやっぱりバレるからちょっと弱めにすんねんね、設定を。ここには食うバスがいる。映ってても食わへんやつと食うやつがあるから、 これも食うやつ。ようやくヒットするバスを見つけ、ここから快進撃となるか。うわ、離してるやん。こっちは離した近くの選手が釣っている時にヒットがあったが、すぐにバレてしまった。同じの。これもノンキーパーサイズ。昨日に引き続き規定サイズ以下が釣れてしまう。福島選手以降も検討を続けるが、結局一匹やな。
田選手が2日目1700g 台に落としたのに対し、青木選手4700台をキープ。引き続きですけれど、同じように、ベイトの外側深いところちょっとやったんですけれど、僕には釣れる魚はあまりいなかったかな。前日、試合の前の日にちょっと釣れてしまったっていうのがあったんで、ちょっとその辺の魚を探してしまったっていうのがあって、マスターズはね、結構なんですか、自分のやりたいことがあんまりできないんで、人が多いんでやっぱり魚がいいところは、で魚が薄いところで人も少ないところっていうのをちょっとやってみたんですけど、あまり結果はよろしくなかったという感じでしたね。ジェニーマスターシリーズ第4戦ダイワカップ表彰式を行います。第5位です、ゼッケン19番藤橋龍選手、トータルポイント218ポイントです。第4位です、ゼッケン38番足立群馬選手、トータルポイント219ポイントです。第3位です、フィフティゼッケン1番藤田京也選手、トータルポイント223ポイントです。第2位です、ゼッケン96番藤井健二選手、トータルポイント237ポイントです。ジェニーマスターシリーズ第4戦ダイワカップ優勝、フィフティゼッケン51番青木優選手、239ポイントです。前戦に続き連勝となります。青木選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、マスターズ2連勝ということで、ちょっと以上で調べたんですけども、2連勝、過去したのは2002年の福島健さん、以来ぶりなので19年ぶり。本当ですか？ということになります。はい、率直に感想いかがでしょうか？そうですね、2連勝とても嬉しいんですけど、福島健さん、僕の釣りの、お手本にしたのが青木大輔さんと福島健さんだったので、とてもそれは嬉しいです。はい、では、来週にはすぐもうトップ引きがありますけども、意気込みお願いします。そうですね、やっぱり京也さんが絶対にやっぱ同じ釣りなので釣ってくると思うので、やっぱ釣り負けないように絶対勝てるように頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では5位からですが、表彰台の方に上がっていただきます。第5位です、ゼッケン87番中田選手、以上にお上がりください。続いて第4位です、ゼッケン73番矢端和之選手、続いて第3位、フィフティゼッケン32番藤田那須選手、ステージ上にお上がりください。そして第2位です、フィフティゼッケン47番山下直樹選手、
JB マスターズシリーズ2021年年間優勝フィフティゼッケン1番藤田恭也選手では表彰を行います。プレゼンターおめでとう、はい、大きな拍手をお願いいたします。はい、恭也選手年間チャンピオンおめでとうございます。ありがとうございます。はい、前回は2018年に、はい、年間チャンピオンで今回が2回目、はい、のチャンピオンということで率直な感想をお願いします。まあ、その3年前の22歳の時に1回目取ったんですけど、その時は魚探も全然持ってなくてひたすらシャローだけをやって、まあ、ちょっと勢いみたいなのもあって取れたっていう感じだったんですけど、そこから、3年間、まあ、特に魚探をこう手に入れてからはその練習も結構して、まあ、だんだんいろんな釣り方ができるようになってきて、で成長を感じてたんですけど、その成長がその結果となって現れたのですごい嬉しいです。はい、ではもう来週にはすぐトップフィーディーがありますけれども、そちらの意気込みもお願いします。はい、そうですね、今回の野尻子と同じスモールマウスバス戦なので、まあ、練習行った感じは結構釣れそうなので、そっちも優勝目指して頑張ります。はい、ありがとうございました。ゴーゴー NBC!